どうもナオチンです。本日もメガトン級武蔵やっていきます。11月の11日に発売なんですけども、レベル5様よりプレイコードをいただき先行プレイしています。さあ、それでは今日もストーリーミッションやっていきましょう。生命線だね。で、今日はこの武器使っていきたいと思います。レジェンダリー、もう最高のやつをね、入手できたのよ。それがこれ、スティールクラッシャー。体験だね。グレートソードの、レジェンダリーを入手できたので、これを使っていきたいと思います。破壊力が他のやつとはね、段違いなのよ。だいたい9000とか8000ぐらいで今まで戦ってたんだけども、これは12500。めちゃくちゃ高いね。どれぐらい強いんでしょうか？使っていきます。では、行きましょう。あれ、こう、フィールドが狭いな。めちゃくちゃ狭い。で、どうだ？あー、なるほど。釣りがめちゃくちゃ遅いタイプか。なるほどね。今までが、デュアルブレードとか、あと拳とかで戦ってたから、釣りがね、早かったのよ。それに比べると、めちゃくちゃ遅い。ため攻撃とかあったよ。なるほど、こういう使い方ね。攻撃してためてブスッと攻撃する感じか。はい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 。もうあんな狭いところでね、戦っていくのかと思った。ちょっとこの戦い方にちょっと慣れないといけないね。一撃一撃は確かに強い。よっしゃ、ものすげえ攻撃力はあるんだけども、よし、この振りの遅さが、いやー遅すぎる。ほんと慣れが必要だ。よし、よっしゃ。あ、でもタメもね、1段階2段階あるみたいで、うん、難しい。よっしゃー、たまった。よっしゃー、これ難しいな。あ、でもね、こうタメの時間が短縮されるスキルとかもなんか多分出てくるんだろうな、おそらく。よっしゃ、うん、そうじゃないとちょっと今の状態ではね、難しいな、使っていくのがちょっと遅すぎる。うん、まあ、ダッシュ攻撃でなんとか最初の一撃はね、当てやすいっちゃ当てやすいけど、ダメージを出そうとするとなかなか厳しい。うん、クリティカルとの相性はどうなんだって。クリティカルが結構出てくれるっていうならばいいんだけど、うん、そうでもないな。しっかり止めて、2段階ダメージはすごい。あ、クリティカルも出るとなおダメージが結構入る。じゃあ、あー、やっぱりガードされるとダメージは全然ダメ。どこだ？え、あー、お前か。じゃあ、じゃあ、うん、そうね、1段階ためと2段階ためをちょっと使い分けていかなきゃいけない。おい、やった、箱。あ、これね、箱みたいなやつがいるじゃないですか。これがレアアイテムを落とす。なんで、あれが出たら速攻倒しに行かないといけないのよね。で、あいつも色があって、紫はそこそこいいやつ。で、一番いいのは金色。金色が出た時がレジェンダリーが出る確率が結構高いみたいだね。俺もそいつからレジェンダリー入手できてるんで、あいつをとりあえず出てきたら即倒す。ありがとう。うん、多分逃げ回るからそのうち消えるんじゃない、逃げ回りすぎると。これか。ああ、余裕じゃない。今まで倒したことあるやつだったら
全然余裕で倒せるからね。ちょっとため切りの、あ、いや、その前にちょっと待て、ちょっとまずはザコから、じゃあおやるな、じゃあ倒した、あ、まだ OK、 あとまだまだいるね、バズーカやめ、バズーカやめ、おお、なんかハイドロバズーカ、何何これ、新武器、でももう空中飛んでるやつがもうほぼいないねな。ちょっと待って、ガードでいけるか、んー、なんとかいけるな。ちょっと待って、じゃあ OK、 まだか、砲台が多い、 OK、 どこだ、あー、いるね、ハイドロバズーカ、全然当たりにくいな、当たりにく、あ、こっちか、ハイドロバズーカ当てにくいわ、ちょっと待って、もう一体いるでしょ、ザコが、あそこか、 OK、 倒したね、ちょっと食べ切りの威力を見せてください、うわ、めちゃくちゃ減る、溜め切りすごいわ、そうね、クリティカル入れるとすごいじゃない、すっげえダメージいく、で、おお、いいね、クリティカルが出るとすごい、しゃー、なるほど、使い方次第では体験めちゃくちゃ強いよ、溜め切りか、で、まだ来るんでしょ、まだ終わっていない、どこだ、え、あ、初めてのやつだ、こいつは、すごいでかくなる、え、空飛んでんの、え、飛んでるやつにはちょっと、あ、あー、よかった、飛んでない、でもなんか戦いにくそう、当てにくいな、これ誰だお前は、まあ、新しく入手したバズーカが結構、あ、なんかこれ足だな、おお、あっぶね、ちょっとね、クリティカル入れて、ちょっと待って、おっぶね、当たる、まずは足とかだな、これ、はい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 、足だ、ちょっと待て、じゃあ OK、 流星キック覚えた、いい、で、流星キック、無理か、流星キックいくぜ、うん、あ、なんかそう、こういうイベントの後にやるってわけね、すぐジャンプだ、流星キック、あ、なるほど、ジャンプしてから使うのね、なるほど、すげえダメージ、え、なにこのダメージ、流星キック強かったか、これ、まあ、イベントだな、イベントだね、もう休めてはダメです、終わりでしょ、ガンガン使いましょう、ざまあみろ、いつもながら、お前すげえな、はい、ということでクリアしました。レジェンダリーの装備は出なかったね、やっぱりそう簡単に出るやつじゃないんで、うん、難しいね、でも体験これ結構面白かった。ただ、使うのは難しい。ため切りをね、ちょっともうちょっと練習していかないと当てにくいです。まあ、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。